おはようございます。釣り子 TV です。本日買ってきたルアーはですね、これレイドジャパンのですね、フルスイング5インチね、ピンクキャンディーっていう色ですね。このレイドジャパンから新しく出たあのキープキャストのねブースとかでもそのショーケースの中に置いてあるのは見えて、まあこの他にもねデカダッチとかいろいろ話題の製品が続々と出てきておりますが、まずねこのレイドジャパンの新しく出たですね、シャッドテールワーム、これをですねちょっと買ってこることができたんで、開封していきたいと思います。価格はねこれ表紙にも書いてあるんですけど850円で 1,2,3,4,5 5本入りということで、で5インチサイズでピンクのねこの遠くで、投げてもね見やすいんじゃないかなと思って色いくつか選べたんですけどね、こんな感じのピンク色を買ってきました。腹側はね、白いね感じでね、まあ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 視認性をよく下から見ると魚っぽいっていうようなこんな感じのカラー選んでみたんですけども、パッケージが特徴的ですね。これやっぱりね、まあ、最近は江口プロの活躍とかで、ボート釣りなんかでもねメキメキと存在感出してきてますが、やはりレイドジャパンといえばおかっぱりで楽しもうぜっていうコンセプトのねルアーが非常に多くて、これに関してもねこんな感じでこうここで割って使う分だけケツポケットとかに入れて持っていけるように工夫されてるんですね。これはすごいなぁと、このパッケージは考えたなぁなんていうふうに思いますけど、ちょっとどうだろう、これいいの、はい、こういうことですよね。でまあおかっぱりで、まあボックスはね車の中とかね基地に置いておいて、でまああんまり無理しなければそんなにバカバカなくなる形ではないですからね、使う分だけ、まあでも予備も一つ持っておきたいな、でも形崩したくないな、シャッドテールだからあんまり変な癖ついちゃってると綺麗に泳がないななんて人のためにこうブリスターパックがこういう感じで分けられてるんですね。これはありそうでなかったっていうか、こんなめんどくさいね発注しないですよね普通ね。これはですねおかっぱりブランドならではのアイデアじゃないかなということで嬉しいですね。じゃあね早速開けていきたいと思います。こっち側開けますね。フルスイングっていうことで、さあはい出てきた。あーこれは強く水を動かしそうなワームですね。結構硬いですね。このまあ硬いって言ったら語弊があるかもしれないんですけど、非常に張りのあるボディ、結構大きいんだけどケツの方がそんなだれてないですからね、下にピョーンってなってないですからね。なんというか他のこの手の人気ワームでいうと、例えばワンナップシャットってのはすごいソフトな素材、ソフトな感じだと思うんですよね。ムチムチして非常に、フッキングも良くて、もちろん、すごい釣れる素材だとは思うんですけども、そこら辺と比べると例えばこれは非常に張りのある感じのボディですね。ブリンとしてます。でまあ、こう背中と腹側にこうフックをきれいにまっすぐさせるようにちょっとした溝が準備されていて、でこれも塩入り高比重っていう感じですかね。先日ねあのビラップスイマーってね、河村光太郎さんの、ところのワームを触ってんですけども、それと比べると張りがあって、でもこっちもめちゃくちゃ塩はがっつり入れてるよっていうのがね、このね肉眼で見るとよく見えるんですけどね、ここの腹側のこの感じとか見るとめちゃくちゃこれ塩入ってんなっていうのが、感じることができます。でテールの形
な感じですね。結構ね下にね眺め大きめですね。でこの接続の部分、このキックの接続の部分も結構ね太い足なんですよね。この足首のところが比較的太い。だからこのちょっと大きめのテールがパワフルに動いた時の動きをこうあんまり殺すことなくこっちのボディの方に伝達してくれそうだななんていう風な、のが感じられる太いね足。あやっぱほんとだれないですね。決してあの釣れなそうとかそういうわけじゃなくて硬いな。だからこれ多分あのおかっぱりとかで、対岸のね遠くめの対岸のオーバーハングの下とかにスキッピングでザザザザザとか大円投した時もそこでねボディが柔らかいと針先がパーンって出てあー引っかかったなんていうことに、柔らかいワームの場合になりそうなんですが、そこら辺の初期のねこうスキッピングした時とかの多分この針によって針先あんまり出ないんじゃないかな。かといって腹筋が悪いっていうほど別に硬いわけじゃないんで、そこら辺の絶妙な硬さをこれ相当なんかねちょっとねいろいろルアー触りますけどね、これはねほんと針がすごいなっていうのを感じるんで、まあそういう針先の保持の性能とかそこら辺もかなりテストして作り込んできたんじゃないかななんていう風に妄想してみます。ですね、でまあ5本入っているよってところと、あとねじゃあ重さ測りますね。これねこれは何グラムでしょうか。おー結構ありますね。5インチっていうのもありますが、まあ塩もいっぱい入れてくれているんであろうと思いますが、19.2g ね、およそ一発で 20g ぐらいあるんですね。これは飛びそうだなっていうね。でまあベイトタックルでね、自分の好きな糸でダヒューンと投げるっていうこういった使い方になってくるんじゃないかなというところと、まああとはね全部合わせると5本入りなんで非常にパワフルなアラバマを組みたいよなんていう時にも、まあ5匹いるから全部色を揃えてやりたいっていう人、形揃えてやりたいっていう人には嬉しい感じじゃないですかね。あんまりね俺5インチアラバマってねあんまりね釣ったことないんで、どちらかっていうとリザーバーで魚を追いかける元気がある時期にオーバーハングの子にこうズバババって入れてプリン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 って引っ張り出してくるような使い方が多くなってくるんじゃないかななんていう風に思うんですけどね。まあこれでねほぼねなんか気になっていた各社からのシャットテールワームっていうのはだいぶ出揃ってきたんじゃないでしょうか。あとね今カツのね後ろがプラスチック素材みたいになってる、あれねすごい気になるんですけどね、あれなかなか出ないですね。あれ待ってるんですけど、そこら辺が出たらまあレイのとあとはそうですねボトムアップとか、まあ最近はそうですねエバーグリーンのヘッドシェイカーとか話題に使いやすいなってことになりましたけど、あ、まあイメージとしてはそうですね、あっちのヘッドシェイカーとかあれに似た触り心地じゃないかななんていう風に、感じております。ただあっちはね結構頭がずんぐりむっくりしてたんですけど、この絵は結構頭がシャープな玉というか全体ですね、シャープな感じかなっていうまあ結構ね、形はどれもやっぱ似たり寄ったりになってくるんで、ここら辺の素材の硬さであるとか塩の入れ具合であるとか、あとは針先の保持率であるとかね、そこら辺で、まああとは好きなメーカーかどうかとかね、OSP とかももう本当もう各社からこの形っていうのは出てるんで、ね、その中でどういうのが生き残っていくのかなってね、自分が一番大好きだったこの手のワームっていうのは、まあ、めちゃくちゃ釣れるけどね、あんまり人気がなかったのかね、廃盤になっちゃってもう二度と買えないというようなこういった事態になったんで、まあ、この手のワームが出るとついつい買ってね、
つれっぷりをもう一度っていうことでね、ついつい買っちゃうんですけど、そろそろね、これっての見つけたいですね。まあお前のつ、釣りの腕だよこれでって言われたら、まあそれまでの話なんですが、まあそうは言ってもね、あの好みっていうのはあるんで、なんとかね自分の釣りとか道具とかにドンピシャな一本ね、でこれ買ったら今度ね、そのベストな針ね、針も大きさ、あとは軸線形とかね、いろいろね組み合わせて試してね、自分のマイベストな、状態を探らないといけないですからね、まあ、買っただけだとちょっと終われないんで、早速ね、まだまだハイシーズンですから、その釣り場に持って行って、いろいろ試してみたいななんていう風に考えているんですけども、まあ試したいルアーもね、まあ、どんどん買ってるんで、まあどんどんね試していかないとななんて思いますが、今回ね初回入荷で俺多分買えなかったんですよね。今回釣り具行って、ああ売ってると思ってね、ついついね速攻で買っちゃったんですけども、レイドジャパンのね比較的こう最近ね出た、ルアーということで、フルスイングの5インチ、これを買ってきてみたい、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。